中川先生の優しいビジネス研究、本日はこちらの本を紹介したいと思います。稲盛和夫さんの生き方という本なんですけれども、まあ、ちょっと古い本なんですけど、日本でも非常に売れました。大ベストセラー、世界中で大ベストセラーになった本なんです。まあ、なんですけれども、私としてはですね、これベストセラーヒットになるというのが本当信じられないぐらい、いや、それ内容がダメって言ってるじゃないですか。むしろ内容すごいんですけれども、刺さる人を限定するようなめちゃくちゃユニークで特殊な本だと思うんです。それが大ヒットしたんだからすごい驚きなんですけれども、まあ、どういう意味において特殊なのか、どういう意味においてそのユニークなのかということを説明したいと思います。まあ、キーワードはこちら。帝王学ですね。今日希少な帝王たるため、まあ、すなわち社会のリーダーたるため、あなたはどうあるべきなのかを説いた本がこちら、稲盛和夫さんの生き方です。まあ、稲盛和夫さんという方はどういう方かなんですけれども、京セラの創業者でいらっしゃいますね。そしてさらにその後には第二電電と、日本に1個しか通信会社ないのおかしいですねということで、NTT に対抗するものとして DDI という会社、まあ、現 KDDI を作られた、わけなんですけども、こちらも大成功を収める。そしてさらには2010年にはその経営手腕を買われまして、まあ当時再建中だった JAL の会長になりまして、こちらも再建を見事に果たされると。3つの会社を成功させたということで、まさに日本を代表する経営者の一人だということができるわけなんですよ。で、こちらの生き方はそんな稲盛和夫さんの考え方ということがぐっと詰まっている本であります。こちらの本は中国でもなんと300万部を売り上げる大ベストセラーになりまして、世界的なベストセラー書ということになるわけなんですけれども、そしてこの本には本当余すところなく稲盛和夫さんという人の考え方が全部書いてあるんです。まあ、なんですけれども、この稲盛和夫さんの境地にたどり着ける人が果たしてどれくらいいるのかっていうぐらい、そう、先ほどから言っておりますが、帝王学の本なんですよ。まあ、実は私はですね、電子部品産業の研究なんかも長らくやっておりまして、稲盛和夫さんの自伝というのは、これのみならず、まあ、京セラの写真を含めて、いろんなものを見てきてるんですけども、まあ、この人、本当に不正室のビジネスパーソン、すごい人なんですけれども、過去の本をへめぐっても、一度たりとてビジネスの技術、方法みたいなものを語ったことがない人なんです。マーケティングってどうやるのか、財務会計って何なのか、戦略はどうなのか、なんなら京セラの戦略こうやったなんていうのもですね、この人の自伝にも、京セラの写真にもほとんど出てこないんですよ。そして、実はこの本の中でご本人も認めていらっしゃるんですけど、おそらくは、そうしたビジネスの技術方法について、もちろん基本は分かってますよ。プロフェッショナルですからね。分かっていらっしゃるけれども、その道の専門家のような高度な知識は、おそらくはお持ちではない方なんです。なんならこの本のこの表紙の裏のところここにも書いてあるんですけれども、そして私が見る限り研究者としてこの人の歩みを調べてきた限りでと、おそらく本当に謙遜ではなくてそうなんです。まあどういうことが書いてあるかといえば、まあこのピンクで書いてあることなんですけれども、私の成功に理由を求めるとすれば、まあちょっと注略しますが、私には才能は不足していたかもしれないが、人間として正しいことを追求するという単純な、しかし力強い指針があったということです。まあ、そうなんです。本当にご本人がこの本のいきなりここの部分で語っておりますように、ご本人、経営の細かい技術というものは、正直私は不足していたでしょうねと。でも私は信念を貫いていった結果、成功を手にすることができたのです。人間として正しいことをするのだ。それが私の社会的な役割なんですと言い切ってるわけなんです。そしてこの本は徹頭徹尾そういう話なんですね。人間としての芯を持ちなさい。正しい行いをしなさい。さすれば道は開けてくる。天はそれを見ているんだというような話なんですよ。そんなわけで、この本の結論、まあ、さっきから何度も言ってるような気もしますが、ズバッとここできちんと定義しておきましょう。この本で書かれているのは、リーダーたるもの、誠実でありなさい。そして一心不乱にどこに向かっていくのか、正しい道を描き、そこに進んでいく、そのために邁進しなさい。それが全てですよ。それを一冊を通じて様々な例を引き合い出しながら、自分自身のエピソードを引き合い出しながら、ひたすらに語り続けているのが、こちらの生き方という本なんです。この本一冊読み切ったところで、私たちはビジネスのその具体的な方法、どういう戦略を取ればいいか、どういうマーケティングをすればいいかとか、そういう話って全然出てこないです。
ただただ心清らかに正しき信念を貫けということがひたすら胸に刺さってくる。まあ、その心は何なのかといえば、そうやってリーダーは正しき道を指差し続けていれば、そして自分が目指すべき理想社会を向かい続けていれば、それを支えてくれる仲間というのはおのず集まってくると考えるわけですね。戦略については戦略のプロフェッショナルに任せればいい、組織は組織のプロに任せればいい、財務は財務、マーケはマーケ、すべてがすべてそうでしょうと、それらは優れた仲間がやってくれると、まさに帝王学ですね。あるいはドラゴンクエストの勇者みたいな存在。自分自身は概ねそれらの基本的なことを分かっていて、それらをオーガナイズして道を示せればよい。自らはやるべきことを定め、できると信念を持ち、それをぶらさず楽観的に明るく前を見続けているリーダーがそのようにあれば、世の中の物事はうまく回っていくのだっていう、このような意味において私が三々申し上げております帝王学の本なんです。まあ、そんな象徴的なエピソードを1個この本の中から紹介したいと思うんですけども、まあ、実はこの帝王学を稲盛和夫さんは松下幸之助さんに見出していると。他の人が全くそれを理解できなかったので、私だけは松下幸之助というのがまさにこれがリーダーだということが分かったエピソードとして紹介しているんです。まあ、その松下幸之助さんという人がまだ今ほど神格化されていなかった時代に松下幸之助さんを呼んで、講演会があったんだと。で、まあ、中小企業の経営者さんたちがたくさん集まるような場で、そこで松下幸之助さんがダム式経営ということを言うんですね。社会は本当に荒波変転が激しい中で、その物事を整えて、ダムのように貯水して整えてあげて、人々の暮らしのためにお給料であるとか製品サービスをコンスタントに流していく、それが会社というものの役割でしょうと。そこを目指して松下という会社は進んでいくのだということを松下幸之助さんが言ったわけなんですね。で、まあ当然つや当然かもしれないんですけど、中小企業の経営者の集まりの中で会場からめちゃくちゃ不満の声が漏れたんだそうなんです。ダム式経営いいの分かってるけど、そんなん魚米ごと綺麗ごとじゃないか。どうやって私たちはダムを作ればいいんですか。この蓄えも十分にない中で、荒波にさらされる中で、私たちだけがどうやってダムを作れって言うんですかって、そのように松下幸之助さんに質問したそうです。それに対する松下幸之助さんの答え、そんな方法私も知りまへんと回答されたんだそうなんですよ。知りませんけれども、ダムを作ろうと思わなあきまへんなぁと言われたんだというのが、この本の中で紹介されているエピソードなんです。かくして会場に詰めかけた中小企業の経営者の皆さんは、何の話を聞いたんだ、なんだか肩透かしくったなぁと、松下幸之助何なんだかわけわかんなかったなぁという中で、いや違うと、私は分かった、少なくとも私だけは分かったと、これこそがリーダーなんだと思ったわけなんですね。その会場にいらした稲盛和夫さんはです。どうやってたどり着いたらいいか、リーダーたるものは何もそれは知らなくていい。ただ、たどり着く先の到達点はこういうゴールであって、そこに向かって何が正しい行いで、何はやってはいけないことなのか、そのゴールに照らしてやるべきこと、やってはいけないこと、それを明らかにするのがリーダーの仕事。そのための具体的な方法はそれぞれの専門家がやればよくって、しかしそれぞれの専門家がやっていること、現にやっていることが、その遠大なる目標に照らして正しいのか正しくないのかという目線で、あなたのやってることは正しい、あなたのやってることは間違ってる、これを示してあげるのがリーダーの仕事なんだというわけです。だからこそひたすらこの本の中では、とにかく正しき道を描いてゴールを描きなさい、そこに向けて一心不乱に思い詰めていれば、自然何がやるべきことで何はやってはいけないことなのかが見えてくる。あなたにその区別がはっきりついてきさえすれば、あなたはすでにしてリーダーの器、物事を成し遂げるための基礎が出来上がったんだというふうに言うわけなんです。さらに言えば、仲間たちを安心させるためにあなたは大船に乗ったつもりで仲間たちを安心させる必要があるんだと。かくいうわけで、あなたは常に楽観的にいなさいと、そして仲間にも楽観的にいるように諭しなさいというふうにも説くわけなんですね。そういうことをすることを通じて、リスクのある物事に仲間たちが挑戦できるようになっていく、自然仲間たちのモチベーションも上がっていくので、あなたが暗い顔をしてはいけない、リーダーたるものを常に明るく上を向いて前を向いていなさいというふうにも説くわけです。
実際そうあろうっていうのはリーダーにとってはすっごい辛いことですね。本当に参ってしまうようなことかもしれない。だからこそこれが簡単なようでいて難しいというのはこういう点にあります。帝王学を学ぶというのはこういうこと。あなたは常に笑顔でいましょうということをリーダーに求めているわけです。時代は変わって今日21世紀にはこの稲盛和夫さんが説いたこの帝王学はパーパス経営とかそのような呼び方で現代においてある種理論化がされていることだということを最後に学者として付け加えておきましょう。リーダーが最初にやるべきことというのはこの会社はどちらに向かっているのかしっかりパーパス目的をはっきりさせましょうと。この目的がしっかりしていればそれに対して人と金と、仲間がどん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 集まってきまして実際に物事は実現していく。まさに経営者としてリーダーとして最初にやるべきことはしっかりしたパーパスを持つことなんですということで、まあこの稲盛和夫さんの教えというものはその後ある意味ではきちんと理論化されて会社経営のための第一歩一丁目一番地はパーパスをしっかりさせること。まあ人によってはそれビジョンという言い方をしてもいいかもしれないしミッションという言い方をしてもいい、どんな表現を使ってもいいわけなんですけれども、結局これが第一歩なんだということで今では経営学の中にもこの考え方は組み入れられるようになっています。かくして熱っぽく語ってまいりましたけれども、私がこの稲盛和夫さんのこちらの哲学書生き方という本がすごい独特な本だといった意味が分かったんじゃないかと思います。独特なのは稲盛和夫さんはブレず変わってなくて私たちの社会の方が変わってしまったからかもしれないんです。私たちは今日今や人を磨くこと心を磨くことよりも先に技能を磨くということを重視するような時代になって、まあそうじゃないと厳しいわけなんですよ。言っても大学生が就職をするときに、あるいは社会人として転職をしたりプロモートするときにも、何が求められているかといえば、自分はこの技能についてしっかり身につけて、何々ができます、何ができる、キャンで評価されるわけですね。これは残念ながら今日の社会の構造としてこれは受け入れないといけない。私たちはある意味では職業人としてキャンでこの場に立っているんです。悲しいけど今日はある意味この稲盛和夫さんに心が清らかで信念持って一方向を見つめていればあとは仲間が何としてかしてくれると、これだけの成功法則でクリアできる時代ではなくなってしまったと。まあ、かようなわけで、この現代に生きる私たちには、なかなかこの稲盛和夫さんの境地には至れないな、という意味では、非常にユニークな特殊な本だというふうに私は評価したわけです。ですけれども、まあもう皆さん言いたいことわかりましたね。これこそはリーダーシップ論の本質であるわけなんです。この一冊を通じて、心清らかに信念を持っていきなさいということを、どうしても稲盛さんが伝えたかったんだということは、まだまだ私にも心では理解できなくとも、差し当たっては頭では理解できる。技能だけじゃダメですよねと。まあさらには、技能の前に人を磨くということがビジネスパーソンとして大切なのではないのか。そんなことを説いてくれている本です。というわけで、興味がありましたらですね、ぜひこの稲盛和夫さんの考え方、触れていただけましたらと思います。